あの怪談のレジェンド稲川淳二さんに唯一後継者として認められたという怪談家亜美さんです。亜美さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。気になるというか、ちょっとここ行きたいなと思ってるところの話があって、何年か前にちょっと、久しぶりに会った知り合いで、男性の方なんですけど、伊集院さんという方なんですけど、この方が結構社交的というか明るい方で、人を集めてなんかパーティーしたりとか、人を集めてバーベキューしたりが好きな方で、この方に久しぶり会った時に、岩見ちゃん久しぶり言われて、どうも言ってたら、やってる怖い話みたいな感じで、ちょっとこの間さつって面白いことあったからちょっと行ってみてほしいんだけどって言われたのが、都内から結構離れた場所になるんですけど、近くに湖がある、その湖のほとりの、とあるペンションを、その借りて、都内からみんなで車に乗って、もう男女で20人弱ぐらいで、行って、一晩過ごすの感じ でご飯とかも自分たちで作るために食材も買い込ん でお酒も買っての状態で、向こう着いたら、これ完全に向こうのミスなんですけど、部屋予約したはずやのに部屋を取り忘れてたんです、向こうの方が。だから部屋が空いてません、申し訳ございませんってなったんですよ。でも、いや、もう完全に向こうのミスやから、いや、ふざけんなってなって、こっちはもう東京から来てるし、こんだけ人が集まってスケジュール取って、もう食材も買ってるしみたいなこと言ってたら、もう向こうは自分らが悪いって分かってるから、本当に申し訳ございません、申し訳ございませんって話になった時に、本当にこれもしよければなんですけどもつって、ペンションの中の一室じゃなくて、近くにもう一棟丸々貸せる宿泊施設があるので、そちらご案内させてもらえないでしょうかみたいな提案されて、でそれが、ああそうなんかと、で立地とか、これも歩いてもすぐですみたいな聞いたら、あ、同じもう湖のほとりやし、環境としてはそんなに違わんから、ちょっと行ってみるかみたいな感じで、いざ行ってみたら結構でかい建物で、これ一棟丸々貸してくれんのってなって、むしろ一部屋貸し切りの料金より全然なんかお得感があるから、あ、ええやんってなって、で見た目はでっかいんですけど、そのおそらく前旅館かなんかの感じやったのを今ちょっと作り変えて小綺麗にしてるみたいなやつで、ガラガラって入ったら2階建てで横長なんですけども、玄関広くて、1階がおそらくそれ1棟丸々、例えば部活動の合宿とかで使っとんやろうなって感じで、でっかい食堂スペースがいきなりあるんですよ。でその奥にでっかい大広間みたいな、もう何十人で寝れるみたいな部屋がある。だ、要は間の多分壁とか取っ払ってるんですよね、後から作り変えて、あ、これむちゃくちゃええやん、みんなで寝れるし、みんなで料理作るの広いしってなって、で2階建てやからとりあえず上もあるか言って、何人かで上上がっていく。で玄関入ってすぐのところが階段になってたから、と登ってって踊り場で折り返して2階上がって、したら廊下がスーッと伸びてて、ドアがね8つあるんですよ。で、1個ずつガチャって開けてったら、本当にビジネスホテル1個分ぐらいの狭い1人用の部屋が8個あるんですよ。で、あ、なんかドアが開けっぱなしのとかもあったりして、ああ8個あるね、あ、じゃあこれ8人は1人で寝れるんや、へえみたいな感じで、あ、面白いな言って、奥まで行ったら奥行き止まりになってて、で元に戻ってきて、また階段を降りてって玄関のところまで降りてきて、でそのまま1階で、これ上使わんでいいよなっつって、みんな今日せっかくみんなで来てるから、もう1階でみんなでご飯作って食べてみんなで寝ようやみたいな話になったんですよ。でいざワイ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 、やりながらご飯食べてる時に、食堂の壁に、内線電話がついてるんです。でその内線電話が、病院のナースコールみたいな感じのイメージなんですけど、電話のその電話機の横に部屋番が201、202、203、204って書いてあるんですけど、その部屋番の横にランプが全部ついてるんですよ。例えば201から電話かかってきたらポーンってつくし、202から作ったら202がポーンってつくみたいな感じだと思うんですけど、電話が急にドゥルルルって鳴って、みんながえってなって、え、電話鳴ってるってパッて見たら203のランプがポーンってついた状態でドゥルルルって鳴ってるから、あれ誰か上上がってんのって、でもパッて見たら、あ、いやでもみんなおるかって感じで、でガチャって出て、はいって言ってもシーンとしてるんですよね。はい、シーンとしてるから、誰ですかって言ったら、シーンとしててブチって向こうで切られたんですよ。あっ、と思って、え、今上誰が上がってるってパッて見てもみんないるから、でもみんないるよなって思って、でさっき上上がってったけど、ね、一棟丸々貸し切りやから俺ら以外おらんはずやけどなって感じで、なんか不具合かなみたいな感じでやってて、そのままじゃあ忘れようか言って、その数分後にまたプルルルってなってパッて見たら203がパーンってついてるんですよ。えっと思って、
ガチャもしもしって出るんですけどシーンとしてるんですよ、うん、何って言ったらガチャツーツーってなるんですよ。なんでこれ気持ち悪いなってなって、女の子とかも何人かが何これ気持ち悪いってなって、だってみんないるじゃんみたいになったから、どうしようか言って、これ電話線ごと抜こう言って、もう線抜いたんですよ。で抜いたらもうこれかかってこんからみたいな話になってて、まあそれはそれでいいんですけど、したらその後みんなで、まあそこ広いですからね、輪になっていろいろ喋ったりとか、まあ、おつまみみたいな、まあ、酒だななんだかんだやってる時に、普通に全員いるのに上からタッ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 足音聞こえるんですよ。でもうそれパッて見て、みんなが天井見ながら、これ誰かいるよねってなって、ちょっと男子誰か見に行ってきてよってなったんですよ。でも正直誰も行きたくないんですよ。で怖ってなるけど、でもやっぱ誰かが言い出したらそういう時のまあ一体感というか、ああじゃあ俺も行く俺も行くってなって、で行こうとするんです。で僕の知り合いのその伊集院さんもまあ一応リーダーなんで、あほな行かんといかんけどと思ったけど、あでもダメや、これみんな行かしたらダメや、これ絶対ダメや、絶対上行かしたらダメやと思ったのが、もう最初の電話の時点から多少なんとなくの予兆はあったんですけど、もう上で足音がしだしたあたりから伊集院さんの体の右半分がしびれて動かなくなってたんです。あこれダメなやつやな多分なと思ったから、もうみんなに、いやもうええよそんなわざわざ見に行かんでも、どうせなんかネズミかなんかやろみたいな、気にすんな気にすんな、やなりもそれやろし古い建物やしみたいなこと言ってたら、みんなはあそうかな、あそうかもしれんな言って、多分その参加してたみんなも頭のどっかで、いや本当におるかもしれんやんって思ってるんですけど、やっぱその空気を壊しちゃいけないというか、なんかせっかく和やかに過ごしたい夜やから、みんな自分のその多少ある気持ちを押し殺して、ああきっとそうか、じゃあ気にしないでおこう、ははのノリになったんですよ。でみんなをそれでなだめて、じゃあもうみんなで喋ろうぜ言って盛り上がってる間に伊集院さん一人で行ったんですよ。一人で、まあ男気なんですけど一人で、みんなにバレないように部屋を出て玄関の方まで行って、こう上上がってみようかな、うわこれみんな連れていくのちょっと悪いなと思ったけど、もう玄関のところまで行ったら上り階段の下なんですけど、もうねさっきまでしびれてた体がもうさっきよりむちゃくちゃしびれてるんですよ。うわこれは行ったらダメなんやろうな、でもやっぱり気になるしなっていうのと責任感もあるしで、うわどうしようどうしようと思った時に、あこれ行くんか言って階段見上げてたら、まあその2階に上る階段、1階からこう上ってって踊り場で折り返すわけなんですけども、まあ、この内側の手すりというか手すりがこう上がっていって、折り返したらこう手すりが上に向かってこうあるんですけど、なんかねこの女の子の、まあ、言ったら髪型がおかっぱ頭なのかなみたいな感じの女の子の鼻から上がその折り返した手すりのとこからこうやって見てるんですよ。でもちろんメンバーにもそんなおらんし、あこれダメやってなって、でこれ上に行ったらまずいまずいと思って、その後ずっとみんなあの夜結構遅い時間までせっかくやからお酒飲んだり、まあ、おつまみ食べてわーわー喋ってる間も伊集院さんはずっと体もしびれてるし、上で足音しょっちゅうしてるけど、みんな気にしてないふりをしながら苦笑いしながら過ごしたみたいなことがあったんですね。でそのまま、まあ、朝になって、まあ、湖のほとり足やけその辺りを、まあ、散策したり遊んだりして、うん、いい時間になったらチェックアウトや言って、うん、でそこの建物から、まあ、歩いてまたすぐのところのペンションが受付になってるから、あ鍵閉めてで鍵持って20人でわーって行って、今日ありがとうございました言って、で伊集院さんが鍵を返そうと思った時に、あ忘れてたと思って、電話線引っこ抜いたまんまやと思って、設備というか、まあ、そこのものを自分らで勝手にいじったものを元に戻さずに来てもうたと思ったんで、うん、鍵渡してあの受付の方に、あのすいません言って、あ実はあの電話機 の, あの内線、あ大丈夫ですよって言われて、うん、えってなって、あそうっすかって言ってそのまま帰ったけど、よくよく車に乗って都内に戻りながら、あの食い気味の大丈夫っすよは慣れてたなって思って、ああそこやばいやん、アミちゃん行ってきてって話になって、本物ですね、うわー言って、